こんばんは。まだ誰もいない。あ、こんにちは。おー、はい、今日はですね、 YouTube、 あ、違う、いつもは YouTube ライブが一番最初なんやけど、今日はインスタライブを一番最初に始めています。で、なぜかというとですね、木下さんはね、気づいたわけですよ。インスタライブが一番漏れるということを。で、まあ、今日はですね、お休みだったんです。一日中すっぴんだったんですよね。なんで今日はね、このインスタライブでメイクをして、次の YouTube ライブではご飯を食べて、で、最後またツイキャスでは別のことしようかなみたいな感じですかね。はいはい、じゃあ今日ね、今からメイクしたいと思います。ご飯食べないの？ご飯はね、この後の YouTube ライブで食べるよ。あんまりたくさん食べんけど。猫だ！おい、おい、おい、こっち来い。メルちゃん、メルちゃんおいで。メルちゃんおいで。こねこねしています。麦踏みしています。メルちゃん！はい。どうしたらいいのかってか。あ、かわいい。かわいいね、今日も。今なんで狂って回ったの？なんでそんなに太らないんですか？まあ、体質？まあ、体質っていうか、まあ私なんかいろいろ分析、あ、見て、今日これ、この T シャツ買ったと。じゃーん。甘えんぼちゃんになってる。そうだよね。ちょっとメルちゃんも一緒に映ってほしいな。お腹空いたよ。お尻向けた言うこと聞かんねえ、猫は。本当猫って言うこと聞かんね。尻尾かわいいだって。にゃん。帽子かぶった。 T シャツどこで買ったの？あ、インスタに、あのストーリーに載せてよ、買ったお店。そう、あ、今日ね、私なんかいいやつ見つけたっちゃ。じゃーん、メロコンです。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 はい、撮りましょう。メロコン。はい、あのお店が気になる方はぜひ見に行ってみてください。いや、なんか今日めっちゃ肩が凝るんだけど、なんかさ、まあ、ここ最近ないけど、今日はまたさらに痛い気がする。なんか低気圧関係あるかな。九州大変なことになってますね。ねえ、でも昨日見た天気予報ではさ、今日まで雨みたいな感じだったけ、良くなってくれるといいんだけどね、本当に。はい、皆さん、あのヤフー基金、私のツイッターでも今固定してるんですけど、そのヤフー基金の方で、あのこの九州の今回のこの被災に遭われた、ところに募金ができますので、ぜひ皆さんやってみてください。あ、ケンジさん、こんばんは。江藤さんね、ありがとうございます。 T シャツ可愛すぎる。やったー、めっちゃおしゃれな人に褒められた。方もいますよと。めっちゃ揉んでほしい。やばいな、痛い。じゃあ今日はメイクをしていきますね。ちょっとあのね、今日スキンケア用品も買ったけ、それの紹介もしよっかな。こんにちは、元気ですか？元気だよ。お腹すいた。元気だけどお腹すいた。セロン試食ぬるそうレゲハジ。今妊娠休暇月月です。8月生まれです。ワクワクドキドキです。わーお、男の子かな、女の子かな。
私ももう、ね、メルとロンがね我が子のようです今。はい、ゆうかこんばんは。じゃあちょっと持ってこよう。ズルズルズル、セロムシシャガンブルソロベゲハジ。ただいま。今何してるの？メイク道具取りに行ってた。と一番最初に手で前髪を上げます。メイク取りに行ってるよ。ありがとう。コメント読んでくれてありがとうございます。嬉しすぎです。女の子です。猫のポット可愛すぎなんですけど、どこで買ったんですか？アマゾン。あのね、実はその多分これあれなんて言うんだっけ、海外のさ、北洋だっけ、なんかそういう系の国のあれだと思うんだけど、これだね、メイドインゲルマニー、ドイツかで、なんか雑貨屋さんで見て可愛いと思ったんよ。でもさ、持って帰るの重いじゃん。だけどアマゾンであのね注文し直した。じゃメルちゃんロコン取ろう、取ろう、アマゾンで何でも買えますね。北欧、北欧ね、北欧。あ、でもゲルマニーやけ北欧じゃないのか。はい、じゃあ今日買ったんですけど、こちら全部ディオールです。これはねずっと前から使っとった乳液なんだけど、でなくなったから今日これを買いに行ったんよね。でそしたら店員さんにちょっと勧められてまんまと買っちゃいました。はい、でこの乳液はねすごくよくって、あの塗るとだんだん肌が白くなってくるのね。私久しぶりに会った人に何もしてないのになんか肌白くなりましたね、羨ましいとか言われて、と思って、やってることって言ったらこの乳液を塗ってることだけかなと思って、これが多分白くなってるんだと思います。しかもこれねレフィルもあって、ここ見える、ここでさ取り外しができて、ほら詰め替えできるといいよね。はい、じゃあ今日はね、あのこれは夜とか、外ジャーマニーでじゃないですか、ジャーマニーって何かね、ジャーマニーって何、猫ちゃんのあのポットのメイドインはジャーマニーか。ミートパイ楽しみ、あ私も楽しみだよ。早速もう今調べてる作り方で、これはねいつもお外に出ない日の朝の乳液か夜の乳液はこれなんですけど、ちょっと今からねメイクするので違う乳液を使いたいと思います。まあ夜だからねいいんだけどね。これがスノーパーフェクトライ、あこれ名前読んだ方がいいかね、
カプチュールトータルドリームスキンケア&パーフェクトです。ミートパイってどの肉を使ってるのかな。豚肉かな。ゆうかちゃん可愛すぎてしんどいよ。ディオールはリップがおすすめ。わかる。あのあれだよね、ピリピリするやつでしょ。今日もそれ買ったんだ。紹介するね後で。でこれ、爪見せてください。爪。これはね、スノーパーフェクトライトっていう、まあ、日中用乳液、化粧下地、両方やるみたい。まあ、化粧下地の、そんなに強くないバージョンだと思いますね。なんか、ちょっとしか出かけない、日光に当たらん時とかこれがいいんじゃないかな。ピリピリするけど唇プルプルになる。てか、ピリピリするから唇がプルプルになるよね。やばい。これ、こういうやつや。くるくる巻くやつや。こういうやつ、何これ、え、違うじゃん、絶対違うじゃん、え、あー怖い、やばい、壊すとこやった、さすが壊すとこやった、こういうやつだ。元カノに似すぎててしんどい。どっちの、どういう意味でしんどいのかな。塗ります。欲しいな、いい香り。ちょっとアイプチしとるのね、もう。口の目アイプチしとる。2年前病気して入院していた時に10日ぐらい絶食だったんやけど、無性に食べ物の画像とか見たくなるんよね。ずっと一日中ゆうかちゃんの YouTube 見てた、爆笑。食べ方も綺麗で美味しそうに食べるから食欲湧くんよね。よかった、嬉しい。ゆうかちゃんと同じ福岡県民です。福岡ですか、大丈夫ですか、この今回の大雨は。ちょっとここに鏡置いて、あれだ、ゆうかちゃんエロい。流しますこうしてこうやってね。アイプチはノリタイプですか、テープタイプ。私はね、日本使いなんです、アイプチ。これはまあもう塗っとるけど、もう一回しよっかな。ちょっと今ハゲかけとるね。もうなんか全部取った方がいいのか。え、ちょっとアイプチ取ってくる。でもう一回塗り直そう。どっか行ったね、ただいま。でね、皆さん、まあいつもはこの化粧水して乳液のこの状態ね。ゆうかちゃん三重県に行ったことありますか。多分ある気がする。なんかあれで行ったのか、撮影で行った。だけど動画残ってるんじゃないかな。三重県ってだって伊勢神宮があるところよね。伊勢神宮行ったもん私。また YouTube でメイクのライブ配信してほしいです。まあ、でもこれでもうアーカイブ残るよ、YouTube、セカンドチャンネルに。ゆるちゃん登録してね、みんな。ゆるちゃんも人少ないっけ。で、皆さん、めっちゃいいやつ教えます。まあ、でもちょっと高いんですけどね。2万円ぐらいだったかな。ヤーマンっていうやつの美容器具。今上がるかな？こうやって、ビリビリすると、音聞こえる？
でも全然痛くないんやけどね、ちょっとビリビリするとみんな見とって上がるけ、これこれは朝毎朝私やってる。ふくらくせが強い、今日かわいい、かわいいやろ、これ買ったんや今日。ゆらちゃん登録してるよ、ありがとう。ダイエット中ゆうかちゃんの像ばっかり見てる、嬉しい。え、それどこで買えるの？私はアマゾンで買ったよ。アマゾンで何でも買える。どう？上がっとくない？ピリピリするの本当にちょっとだけやけどね。で、まぶたのところもこうやって。これなんか両方とも押さえ、当たってないと出らんのに。だけどこっちは親指で押さえて、買っちゃおっかな。え、これでもめっちゃいいと思うよ。私めっちゃこれおすすめ。足のなんか体用もあるんよ。足細くなるよ本当に。上がった。え、やっぱり上がった。すごくないね、すごくない。あ、大きさ全然違う、サウディの。あ、でもね、それはちょっとあれない、私こっちの方がでかいんよ。上がってる。そやろ、すごくない。上がった、すごい。2万円でずっと使えるのは買いだな。うん、ずっと使える。充電して毎日使ってる。鼻もね、鼻の肉も取りたいけね。でも私思うんだけど、これさ上がってるじゃん。でどんどん毎回毎日のようにリンパ流していったらどんどん顔ちっちゃくなると思うよ。足もあるの、足っていうか体よ。テンション上がってる、かわいい。いやちょっと上がるよね、こういうこと言われると。インスタライブずっと見たいけど明日出勤がとても早いので寝ようと思います。おやすみなさい。おやすみ。それの名前もう一回教えて。あー、ちょっとじゃあセカンドチャンネルのアーカイブよろしくお願いします。見てセカンドチャンネル、あの見てもらえんけ、いつも視聴率が悪いけ。で、まあじゃあこっちもやろうか。見とって、ちゃんと見とってね。こっちも上がるかなっていう。メルメル。ロンがいない。うん、ロンはね、ロンさっきあそこにおったけど、ロンごとだったの。どう？こっちの方が、あ、でも顔がぼったりしとると。そんな短時間で上がるんですね。いや、それだっけ朝とかさ、むくむじゃん、むくんどるじゃん絶対。でもこれやったらすごい、あの治る、むくみが。これ買った方がいいよみんな。でね、ちょっと本当は肌が濡れとる状態でやった方がいいの、プリプルプルの状態で。だけ化粧水塗って乳液塗って、ちょっとポルプルプルの時に、あ、顔真っ赤になってる、本当プルプルの時にいつもやってる。あ、多分本当はあの肌が乾いてる状態はあんまりすごくないと思う。 あんまり良くないと思う。たくさん食べて、かっこたくさんすぎるけど綺麗でいいっていいね、健康的。でも私思うけど、たくさん食べる方が絶対ストレスがなくなっていい気がする。よく眠れるし。どう？でなんかね、濡れとる方がすごいビリビリするんよこれ。乾いとるとあんまりビリビリが来んの。めっちゃ硬いたい。桜を参上。食費はどれぐらいですか？もはや数えてない。冬場の乾燥時期やと電流が見えそう。そういう電球なのかな。痛くないの、まあ、ちょっとピリピリするんだけど、あのね、ここ見える、あ、なんか見えんね。ここにあのね、ランプが 1,2,3,4あるんやけど、ここで調整できる。痛い人は1であればいいし、私はもう4。まさにやってみたら良さそう。確かになんか上がっておる。本当すごいな、やっぱりこれ、なんかやっぱりすごいな。なんかだんだん使いよって慣れてきて、なんか上がらんくなってきたって最近思っちゃったんやけど、やっぱ上がるんだなこれ。カラコン何使ってるんですか？
ビビコンっていう韓国のカラコンのメーカーのなんか適当わかんない、名前とか覚えてない。ここリンパ流しています。やん、すごい。でも効果ありそうですね。鼻にしたら鼻上向くんじゃね。いや私ここの鼻ちっちゃく、小鼻ちっちゃくしたいけどさ、やるんよ。ああ、ほんと気持ちいい気がする。魚の骨、そう、体用も持っとるもんね。体用、多分服の上からやってもダメなんよこれ。マツエク何本つけてますか。つけ放題、まつげがあればあるほどつくみたいなプラン。めっちゃ肩が、めっちゃ肩が痛い。顎を挟んでコロコロも気持ちいいですよ。顎を挟んで、一生やってられる。テレビとか見ながらこうゴロ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 。何時ですか？今9時50分だよ。今気づいた、もしかしてすっぴん。うん、今日はさすがにすっぴんですね。これでも注意せんといけんのがさ、こうやってゴロゴロしとるじゃん、気づいたら1とかになっとるよ。ここでさ調整するから、なんかこうなんか勝手に手が触っとうとりがめっちゃある。わあ、お腹すいたな、早くご飯こんかな。はい、で本当はねこの後化粧下地なんだけど、いつもさ化粧水乳液、さっきのビリビリエで化粧下地だけど、さっきまあ化粧下地っぽいやつを塗ったからもういいや。顎にリンパ老廃物たまるらしいですね。いやそうなんよ、そうなんよ、絶対そうなんよ。だけ年取ったらなんかこうこうなっていくんかもしれんね。じゃあ次はファンデーションですね。私はいつもリキッドのファンデーションを使っています。まあ、そんなにこれにファンデーションは実はこだわりはないです。あ、違う、これこだわりがないバージョンの方なんよ。あの好きなやつもう一個あった。めっちゃ痒い、なんかこれがいつもね、私化粧水とかに洗顔とか全部このシリーズなんだけど、いや今日すごい白飛びしているね。あの私がめっちゃ光を当ててることがみんなにバレちゃうで、まあ、しょうがない、すっぴんやけさ許して。で、ポーランド BA シリーズっていうやつなんだけど、本当はここでここの化粧下地を塗りますね。ポーラ BA デイセラムエルブライトアップ乳液、あ、違う、日焼け止め成分入りです。で、ポーラの BA クリーミーファンデーション LP2 っていう色です。韓国音楽聴きますか？いや、最近、イテウォンクラスの音楽ずっと聴いとる。セロンシシャグン、ヌソラゲハズイ。てて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 。はい。ね、ビビビビビビ。これから動画撮る用のメイクですか？いいえ、今日は動画は撮りません。なぜならお休みにしたからです。大好きゆかちゃん、ありがとう。私もおジャパメンの歌って知ってる？韓国語のやつ知ってる。ごっついダウンタウンさん大好きだもん。ごっつい感じ大好き。
おじゃぱめん、ねねが白女装。ぷぷ、おじゃぱめん、ねねが白女装。めっちゃこの歌歌っとったもん。エクセントリック、エクセントリック、エクセントリック少年ボーイ。今日も地球が平和なのはエクセントリック少年ボーイがいるからさ。つ、なんだっけ、つ、怖いぜ、怖すぎるぜ、悪いやつ。で、これ、あ、これちょっとね、同じ、めっちゃ見た目一緒じゃん。同じ、あ、これは、そっか、ポーラの BA のコンシールなんだけど、こっちの方が色が明るいけ、いつも、クマを隠しに使っています。悪いやつ。ララ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 ラ。だ。これだけしか覚えてない。スピッツさんで一番好きな曲は何ですか？いや、一番って言われると本当困るよね。でも最近あれが好きだな。負けないよ。僕は違うか。これは違う。あ、これも好きだけど、私の一番好きなやつ違うんだよ。チェリーの歌に似てたのね。愛してる、それだけじゃ足りないけど、言わなくちゃ、でででででだ、だらだらだら、だら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 。姫、スクショタイプください。だからそれこの辺にコンシーラーに塗りますね。なんじゃい、シミにコンシーラーを塗りまくりますね。暗い方のコンシーラーで、そして伸ばします。メール、めっちゃお腹すいたけど、どうしよう、もうすぐご飯来るみたい。ファンデ、お化粧終わってないのに、 YouTube ライブでしようと思っとったのに。ほんとチェリーでに、チェリーの歌に似てたいものだ。なんかチェリーでは愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよじゃん。でも愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。だけど、この何年後か、チェリーはめっちゃ昔にスピッツが出した歌ないの。で、この歌は、まあ割と最近、まあ言うてももう結構数年前だけど、これは愛してる、あ、来た。愛してる、それだけじゃ足りないけど、言わなくちゃなよ。だから、愛してる、え？愛してる、それだけじゃ、愛してる、それだけじゃ足りないけど、それでも言わなくちゃ愛してると、という。これ、ちょっとスピッツが数年経ってこれになったんですよ。わかります？昔は愛してるの響きだけで強くなれる気がした。でも今は愛してる。あ、開けた。はい。なんかマッチョの人だった。今は愛してる。ずっとこの話してる。それだけじゃ足りないけど、愛してるだけじゃ足りないけど、でもそれでも言わなくちゃねっていうこと。深いよね。
めっちゃ来る。あ、うちだってあれやもん、ピンポン2回押さんとダメなんだもん。肩が痛いな。つぐみか。そっか、つぐみだ今の歌。最近ゆうかちゃんのライブ毎日楽しみにしてる。じゃあ毎日やろう。来た。天ぷらだけ先に食べていい？これだって冷えたら絶対美味しくなる、美味しくなくなるやつ。ちょっと手洗おう。ちょっともうチャミスル貯水用しちゃおうかな。ビールとかなかったよね。だっけ？ビールがあったらビールがいいな。あ、これだな。冷蔵庫開けたらロンが来た。お腹空いたよ。お腹空いたってご飯は置いてあるの。ちゃんとおやつくれって言ってる。ビールにします。かん、こめいいよって。あ、トウモロコシいいよ、ありがとう。トウモロコシの天ぷら美味しそう。トウモロコシの天ぷらめっちゃ美味しいよね、大好き。イエーイ。今日のものはですね、クリア朝日夏香る総涼感。東洋館って言葉初めて聞いた。こんばんは、今帰りの電車の中から見てるよ。お疲れ。美味しい、ビール美味しい。だからこの大地さんのビールって言うんだっけ、美味しいよね。普通に私ビールより軽くて好きかも。缶のまま飲んじゃった。 KP 毎日お酒飲んでるんですか。まあ、毎日ではないかな。美味しそう。乾杯。ちょっとトウモロコシの天ぷらだけ食べる。どうしても食べたい。ランラン、なんちゃん、なんちゃん、なんちゃんおいで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 、捕まえずランでーす。ダックが嫌いです。かわいいね君は。あちらの薄いビールも好き。チンタオとか。わかるわかる、軽いよね。え、これなんかおしぼりなんかめっちゃ可愛いんだけど、このお店なんか初めて見た、こんなおしぼり。ほんと毛並みが綺麗。まあ若いからね。ありがとう。でもロン、いいもの食べとるけかもしれん、もしかしたら。私あの穀物フリーにしとるけ絶対。あ、やっぱりおばんざいから食べよう。おばんざいも注文したんやった。何注文したと思う？もつなべ。だから後で YouTube ライブでもつなべ食べる。じゃあおばんざいでいいや。おばんざい食べよう。あ、でも天ぷら冷えたら美味しくなくなるけんな。じゃんじゃん。これはかぼちゃ、ひじき、たけのことかなんかお揚げとか入っとるね。おしぼりかわいい。今から出かけるんですか。うん、ずっと YouTube ライブのはしごし、あ、ライブのはしごしようと思います。この後 YouTube ライブして、最後ツイキャス。あ、チャイモッケ済みだ。我が家のアメショーも抱っこ全開で嫌いでした。いや、抱っこ嫌いだよね。昔実家で買っちゃったのか、そんなことなかった気がするけど。おいしい、甘くておいしい。ウイスキーの麦茶割り飲んでます。おすすめ。
渋いね、なんか美味しそう。かぼちゃ甘くて美味しい。ひじき、韓国語多い。本当？今見てない気がする。実は今このね、目の前にテレビがあるんだけど、音消してイテウォンクラス流してる。イテウォンクラス最後まで見て、その後ずっとまたもう一回見てる。2週目意外に。いや、なんかインスタって反転するらしい。あ、おいしい。吹きかなこれ。なんでお化粧してるの？次の YouTube ライブ、漏れない YouTube ライブのためだよ。ハナって呼んでください。ハナ、韓国語で1がハナだよ。ハナトゥーセ、1、2、3、ハナトゥーセだよ。おいしい。アニハシュー。うちの猫はお腹なでるので好きだよ。うちの猫はね、ロンは好きじゃない。あ、じゃあロンもメールも機嫌のいい時は好きだけど、機嫌の悪い時はあんま触らせてくれって感じ。ゆかちゃんほんま大好き。私も大好き。うちのキジトラはふみふみしてくれない。え、でもなんか赤ちゃん気分が抜けない猫がふみふみするらしいよ。あ、私さっきさ、嬉しい猫の記事見たと、あの猫ちゃん本舗っていうアプリじゃん、 LINE をさ登録しとるんだけど、で猫ちゃん本舗からいつもニュースが来るんよね、猫の豆知識みたいな。で今日見たら猫が布団に入ってくるわけっていうニュースやったの。でうちのさロンね、いつも布団に入ってくるんよ。でメルちゃんは布団には入ってこんの。でも布団の上に乗っとるんよ。で私のベッドで寝るんだけど、で布団に入ってくる猫はめっちゃ甘えん坊だったって。赤ちゃんの気持ちが抜けない猫が布団に入ってくるんだって。なんか若いうちに去勢した猫はいつまでたっても赤ちゃん気分なんやって。だっけロンは赤ちゃん気分で、ちょっとでも意外じゃない、ロンってツンデレないの。でも寝るとき朝方になると絶対布団に入ってくるよ。ゴロゴロ言ってこうやって、こう私が寝とったらこうやってきて、で絶対この辺を枕にして寝るとめっちゃ可愛いと。で布団の外で寝る猫は何かって言ったら自立心がちゃんとしてる猫なんだって。メルルってさ超甘えん坊なのにさ自立心がちゃんとしてるんだと思ってびっくりした。意外だった。はい、ヘロー、フロー、アイムフロームインドネシア。ドンちゃん子猫いるの？どういうこと？そうなんですね。うちの猫はユミマルと言います。すごくストーカー猫で甘えん坊です。うちの猫もストーカー。東海オンエアじゃん、ユミマルさん。こんにちは、ま、ロングユッケ寿司めっちゃ美味しそうでした。めっちゃ美味しかった、幸せだった。あ、みんなユッケの動画見てね。ロンちゃんメルちゃんは兄弟ですか？違うよ、でも同じ猫種。熊本へのメッセージありがとうね。いやいや、そんなお礼を言われるようなことじゃないよ。ロンちゃんツンデレやな、ね、ほんとね。メルの方がいつもゴロゴロして近寄ってくるのに、寝るときはロンが来るの。ちょっとお姉さんやけさ、ロンは恥ずかしいんかな、甘えるのが。普段は寝るときだけ甘えにく。
超かわいい。ゆうかちゃんに超会いたい。私も超会いたい。 Hello from マレーシア。マレーシアまた行きたい。 I want to go マレーシア。 I want to go マレーシア。ユッケの動画見たよ。ユッケ食べたくなった。ユッケ食べたことない人って結構おるよね。まあちょっと抵抗あるよね、生のお肉だから。でめっちゃ美味しいよ、マジ感動した。初めて食べた時焼肉屋さんで多分食べたんやと思う。地下から見てます。めっちゃ電波悪そう。動画見たよ、ありがとう。うちももう一匹迎え入れるか迷い中です。いや私もずっと迷っとって、1年経った時にドンって私以外友達できんの一生って思ったら、めっちゃ悲しくなってかわいそうになってロンのことが。それでメルをね連れてきた。メルが来たのはロンちゃんのおかげ。あ、違う違う違う、ロン、じゃメルが来たのはロンのためだったんや最初は。なんかあれだね、アルプスの少女ハイジみたい。あのクララの友達のためにさハイジを呼んだじゃん。ちょっとハイジだ、メルはハイジだ。俺の冷やしおでんもあと残りわずか。冷やしおでん美味しそう。ロンちゃんのためね。そうでも今は2人ともすごく大事。同い年なのに10個下ぐらい見えますね。まあしっかりしてないからだよ、精神年齢が。3匹目は飼いますか。いやーそれがさ迷うんよ。なんかもう子猫見たらあーまた飼いたい子猫って思うんよ、めっちゃ。でも今3匹、2匹で楽しそうやけさ、まあいいかなーって感じ。可愛いから飼いたいんだけど、まあでも2人が幸せそうだし楽しそうだからまあいっかって感じ。今日は天津飯、鶏豆腐ハンバーグのせを作った。めっちゃ家庭的やん。私に爪の赤を煎じ飲ませてください。私つみれとちくわというオスメスの兄弟猫飼ってます。かわいい、つみれとちくわかわいい。両方ちょっと猫が好きそう。あげちゃいけんけど。今日は妹の誕生日おめでとう。けいこけけけけけいけちゃん、けいけちゃんの妹。ふきだねこれは。ふきおいしい。ロンちゃんとメルカリちゃん喧嘩しないの。予想あれの間違いだよね。あんましないよ、いつも遊んでる。遊びがちょっとエスカレートすることはあるけど、どっちかが怒ったらすぐどっちもやめる。偉いよね、頭いいと思っちゃう。自分で言うのもなんだけど、うちの猫すごい特別な気がする。多分みんな思うんやろね、自分ちの猫は特別って。子猫かわいいよね。ねえ子猫動画見とったらたまらんよね。ドンは何歳ですか。2歳。メロは1歳。わあめっちゃいい匂い、トウモロコシの天ぷら。めっちゃいい匂い。
うわこれめっちゃうまいよね。え、塩かけた方が美味しいかな、もしかして。大好き、トウモロコシの天ぷら。いやー、美味しそう。いい匂い。うん、めちゃめちゃ美味しい。いや本当に美味しいよね。トウモロコシが甘くてさ、周りの天ぷらはちょっとしょっぱくて、めちゃめちゃ美味しい。私も最近トウモロコシよく食べてます。夏野菜だもんね。僕は猫派よりマスオ派です。え、どういうこと？あーんしてほしい。あーん、私の首掛けだよ。あーなんか塩味が程よく効いててめちゃめちゃ美味しい。何の天ぷら？トウモロコシの天ぷら。3トウモロコシ。明日絶対トウモロコシ買う。マスオがおはスタに出てました。 YouTuber の仕事の幅も広がってますね。マスオさんと呼べ。本当だね。私さ、エゴサーチ実はよくするんだけど、今日 Twitter でエゴサしたら、ダウンタウンデラックスで目撃者情報募集のやつで私の名前が入っとった。っていうことは、え、どういうことだろう。美味しそう。リアタンもつ鍋なんだけど、これは YouTube ライブでやろう。今はもう出産後なんですけど、座りでご飯食べれんかった時にゆうかちゃんの動画見まくってなんとかご飯食べてました。勝手に助かってました。ありがとうゆうかちゃん。こちらこそ。ダウンタウンデラックスに出るの嬉しい。どうだろう、ちょっとダウンタウンデラックスが私の情報を集めとった、なんでか知らんけど。焼酎飲まんの？今日はビールやね。前回のハラペコツインズちゃんたちの反応かわいすぎでしたよね。ライブ見てるこっちが嬉しかったですね。今日はなんかピュアって感じがした。はい、じゃあメイクの続きをしましょう。これでファンデーション塗ったし、これのこっち側を使って、パクセロイーパクセロイーあ、パクセロイーあ、ひょ、ひ、ひ、ひょ、ひょ、ひょに、ひょに。あー、この人めっちゃ好き。おもろいよね。やばいやばいやばい。これを、目元のところにちょっと塗ります。パクセロイーやばい、かっこいいすぎる。パクソジュンマジかっこいい。イテウォンね、イテウォンクラスみんな見とる？絶対あれ見た方がいいよ。もうね、なんかさっきツイッター見とったら毎日のようにイテウォンクラス面白かったっていうつぶやき見るんよ。みんなイテウォンクラス今見よるけね。はい、で今日はですね、このエチュードハウスのアイシャドウ使いたいと思います。これも韓国コスメですね。ゆうかちゃんのメイルはナチュラルですか？メイクかな？
メイクはナチュラルですか？まあそんなに濃いくないかなと思うけど、はい、色だけでめっちゃあります。はい、悩ましいですね、こんなにいっぱいあったら。あ、なんか私いつも筆を使うよね。まあいっか、何色にしよう、悩む。じゃあこの真ん中の色を使いますね。こっちを見たら映らんことになる。ピンクかわいい。なんか薄いかな、もうちょっと濃いくしようかな。これこの色ちょっと濃いすぎるかな。そうでもないよね。アニメとか見るの、見るよ。ちょこたまに見る。今ハイスコアガールっていうアニメをちょっと見てる。めっちゃ好きなアニメはコードギアスとシュタインズゲート、この2つがすごい好き。あとノーゲームノーライフ。ゆうかちゃん何色でも似合う、ありがとう。そしてですね、このブラウン使おうかな。ちょっとこのブラウンを使って、ここに最近このメイク方法ハマっとるんやけど、くの字型に入れます。こうね、なんかよくわからん。コードギアスの下だけ大好き、泣ける。いやね、あれめっちゃおもろいよね。見るの止まらんかったもん、続きが気になりすぎて。はい、酔ってないなからちゃんと化粧できるのかなね。これから酔いが進んできたらやばいよね。はい、でこの白っぽいやつをここの目の下に、ちょっと黒目の下ぐらいに入れます。ちょっとスマホだとよくわからないね。なんかあれなんだよね、光当てすぎ。いや知ってる。しかもこれがさちょっと暗いじゃん、悩ましいよね。でそこでネバーランド見た？見てない。私あんまりなんか流行ってると見らんのんじゃね。見る気がちょっとなくなる。だ、鬼滅の刃も見てないと、まあ、流行ってる流行ってないはあんま関係ないかも。見る機会があったら見るけど、めっちゃ流行ってるやつとかは結構見らんかな、わざと。なんか興味がなくなる、流行ってる時点で。ハノって呼んでほしい、ハノン。ちょっとこれ、はい、はい、こんな感じでいいや。で、ブラウンを細くアイラインとして入れようかな。私あんまりリキッドはせんのだけど、パウダーでいつも入れてる。その気持ちわかります。えね、わかるよね。なんか別にみんなが見とるけ、まあまあ私はいいかってなる。みんな見とるけ、まあいいえ、私はええやろってなる。なんか興味なくなるんよね。みんなが見とるけ面白いのは分かっとるんだけど、面白いのが分かってるからもう見る気なくすっていうか。
ケイスケって呼んで、ケイスケご飯行こうよって韓国にある食べ物屋さんの巡る恋愛ドラマ見てほしい。え、それ見たい。私なんか前もおすすめしてくれたよね。やっぱよくわからないです、なんだそれ。次は リキッドアイライン入れないって言って実は入れます。ピンク色です。こういう、あ、え、めっちゃ薄い、あ、薄いやつだこれ。ちょっとめっちゃ薄いけど、まあいいや。これを目尻だけ最近は入れてます。なんかさ、あれないよね、マツエクしてるとアイラインって超引きにくいよね。ピンク色だから結構太めに跳ね上げてもそんなにおかしくない気がします。罰ゲームで付き合ってるカップルいるんですけど、どうすか。え、無理。好きで付き合うなら別、罰ゲームでも好きで付き合うなら別にいいんだけど、好きでもないのに罰ゲームでなんて絶対付き合えない。いやでも人はいいけど自分は無理。エフランって呼んで、エフラン。服がネコレンジャー、イエロー、ブルー、グリーン、ピンク。ホワイトニングしてますか？歯が美しい。あ、なんか黒いの詰まっとった。これも入れましょう。韓国、これは韓国のメーカーなんだけど、ちょっとあんまわからんの。インスタでさ、買ったんよ。これ、あ、これかわいいと思って。宣伝してるやつで、なんか粉っぽいの、すごく。ちょっと手に塗ろっか。いくよ。超綺麗なんよ。あ、なんかちょっと画面越しじゃよくわからんね。これをね、目の下に入れます。ツエクしたことないけど、したいけどしたことないから迷ってます。一回してみたらいいじゃん。別にしたからといって1ヶ月ぐらいで取れるよ。行ってみたい国はありますか？イタリアかな。まあいっぱいあるけど、あー、めっちゃ肩が痛い。ゆうかちゃん、ダーリン・イン・ザ・フランキスっていうアニメ面白いですよ。え、本当？見たい。アニメいいよね。雨？さーっと音がしおる。雨か。めっちゃ降っとるじゃん。あー、パクセロイかっこいい。パクセロイかっこいい。本当にパクソジュンかっこよすぎてやばい。あー、もうかっこいい。本当にかっこいい。いやね、この役が好きなの。パクセロイめっちゃ書いちゃった。書いくなってきた。お酒飲んだからかな。背中が痛いよ。背中、肩が痛い。ゆうかちゃんと名前一緒でめっちゃ嬉しいです。ゆうかって呼んでくれたら嬉しいです。あなたも言うか、 あなたも言うか、私も言うか、あなたも言うか、私も言うか、言うか。ゆうかちゃんの田舎は大丈夫な？大丈夫だって。うん、無音で見てるの。うん、でももう一回見たけ、音だけ。じゃあこのタイミングでアイプチですね。はい、私のアイプチの方法を教えます。まあ私ね、小さい頃からこうやって、ちっちゃい頃一人やったんよ。でもこうやって手でこうやったら二重になる目だったんよ。だからなんか皮がペランペランなのかな。だからか癖がつきやすいみたいな。で、まず最初これを使っています。折り式っていうアイプチ。これはね、ここにこうフィルタータイプみたいな
感じのアイプチ。ちょっと鏡が、手鏡欲しいな。めっちゃ見にくいもんね。これやつ。これはね、最初に自分の欲しい二重幅に塗る。これね、くっつかんの。ただなんか薄皮みたいのがこれでできる。絆創膏のアイプチとかあるじゃん。あれのリキッド状って感じ。自分の欲しい二重幅のところに。私そう、結構なんか二重にこだ形にこだわりがあって、ただの幅広二重じゃ嫌ないよね。目頭がくっついてる幅広二重がいい。幅広でもないか、二重がいいの。眉毛は、眉毛はあと最後、あ、アイメイク終わってから。わー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 、軍もマジムカつく。韓国映画の面白いとこってマジで悪役が殺してやりたいほど憎たらしい。本当にムカつくよ。結構前ゆかの話ですが、ゆかちゃんがグレイティストショーもおすすめして見てたらめっちゃ良かったです。いやいいよね。わーわードゥ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 、あれでさ、マジであれが好きになったよ。あの人がコラボしよう、ゆかちゃん、さきちゃん。あ、電話ってこと？今日はしないかな。だってこの後 YouTube ライブもせんといけんし、せんといけんっていうか YouTube ライブしたいし。で、あのね、乾いたらこう指につかんことになります。指につかんくなったら完成です。はい、さっきの予定が指につきません。はい、じゃあ目をパッチリ開けてみましょう。さっきのアイプチがどういう感じになるかな。あ、ちょっとうまくいってない。さっきより目がくっきりしたと思いませんか。どうですか皆さん。なんか今日この時点でちょっと完成かも。で、さらに形が気に食わんときは、もう今日はもういいかな、これで。しかもこれ、目つぶってもバレんの。ここになんかあるだけやけ。で、絆創膏アイラインってさ、絆創膏のりってさ、こう目つぶったらわかるじゃん。これ、目つぶってもわからんの。いいよね、めっちゃ。これじゃない、これなんだけど。お意識っていうやつ。すごーい。でもしなくても十分かわいいよ。ありがとう。アイプチなの分からないね。分からんよね。くっきりするよね。さっきよりくっきりしたやろ。で、もうちょっと形が気に食わんときは、これがもうのりタイプの、くっつくタイプの、末役です。メジカライナーというやつです。メジカライナー、ナイトハード。いや、本当にハードな末役で、これをすると、もう自分の好きな形でできる。私はさ、目頭がくっついとるアイプチが、アイプチなの、あ、アイシャ、あ、二重がいいから、これで形を整えたりする。これだけだと目頭が離れとったりするよね。今日癖がもうついとるけ。だからくっついてないんだろうね。なんでこんな時間にメイクしてるんですか？この後 YouTube ライブするから。クリクリって回したらここにノリがちょっと出るから、自分のめっちゃやりたい形のところに、これでやる。くわさらららららちょまだすぬはんへ。これノリだからね。これはちょっとでもアイプチだなって感じになるんだけど、どこで買える？ネット、うん、アマゾンで買った。はあ、熱くなってきた。除湿しよう。私も二重だけど幅広くしたいから、ゆうかちゃんが使ってるアイプチか、ゆうかちゃん宣伝うまい、イエーイ、お仕事くださーい。で、この、これ確かこれについとった、これなんだけど、こういう形しとるの。これを自分の好きな形のところにやる。
と失敗した。でも失敗したとしてもこうやって剥がしてとかしたりして何回も理想のやつ形に加える。見て超大きくなってくない？ちょっとでも不自然か。前髪どうなってるか気になる。あの上げてるんだよ。で一番自分の理想のところの線に塗る。もう一回塗り直したりする。何回もやり直したりする。でもちょっと気をつけてほしいのがやっぱりまぶたに良くないかなとか言ったりするから、そこはちょっと自己責任で。ライプチはまぶたに良くないとは思うけどね。入った瞬間にウサギかと思った。これまあこんなもんかな。寝るときにアイプチってほぼ白目状態で寝てる。目乾きそう。ちょっとこっちの目頭くっついてないのが気になるからくっつけます。ライブ何時からですか？わかんない。この化粧が終わってから。だってさ、目頭くっついてないと逆に目が小さく見えると思わん？まぶたにさ、お肉が乗るじゃん、目の上に。だから、私は目頭くっついてる方がいいかなって思っちゃう。あんまり二重幅がさ、広くって、こう、二重のさ、部分がこう、へこんでるのがいいんやけど、こう、ハムみたいにこう、ブンブンってなっとると、逆に目が小さく見える気がする。NASA から見てます。嘘つけー。で自分のやりたい二重幅のところにやる。何回もやった方がいいよこういうのって。自分のやり方があるしね。はい、見て、さっき目頭くっついてなかったけどくっついたね。でもこれをアイブちゃんちょっと目つぶるとバレちゃう。テイラーさんおかえり。腫れが広すぎると腫れぼったく見えるよね。ね、てかあの物もらいの時とかめっちゃ幅広二重になって肉が乗っかっとる時あるもん。なんかぴったりくっつきすぎとるかも。いっか。なりたい子とか憧れある？あんまないかも。まあでもこのイテモンクラスのスワちゃんはめちゃめちゃ可愛いと思ったけどね。でも別になりたい顔っていうわけではないよね。私なんか結構個性のある顔が好きだから、なんかこのキムダミちゃんとかの方がすごいなんか好きな顔、可愛いと思ったのはスワちゃんだけど、好きな顔はキムダミちゃんなんよね。なんかただ整ってるよりもなんかその人だけの可愛さみたいのが好き。はい、じゃあ次は眉毛とかチークですね。ちょっとさらに持ってきます。ちょっとビールが回ってきた。あ、これはねこのディオールで買った美容液です。スノーエッセンスオブライトとワンエッセンシャルセラム、まあどっちがどういう効能か忘れたんやけど、まあ白くなるのとなんかニキビとかできにくくなるって言ってたね。あの防御力が上がるんだってこれつけると。しかも両方使うともっとパワーアップするんだって。ガールズデイのヘリちゃんとか個性的で可愛いお花まんまだけど、いやそうでもなんか一個一個のパーツは整ってないのに可愛いっていう顔が最強だと思う私は。最近は整形とか別にいらんくねって思ってきた。
レテテテテテレテ、ただま。なんかでも今日ちょっと子すごい痒いよね。なんかちゃん来たよ。私も今日買ったんです。これあのボロボロの服を着てフェンディ行ってきました。フェンディのポーチめっちゃ可愛くて使いやすそうと思って買った。結構入るし。はよ眉毛描いて。へへへ。眉毛は最後なんだな。これがあれがまだやってなかった。パウダーせんとけ。パウダーが先だった。あーもうマジで肩が痛い。どうにかして。私はいつもこれ撮ってます。蓋に乗せてます。でそしてブラシでやっています。ブラシでくりくりくりポンポンポン。で今日は2本撮影だなっていう時はもうこの時点でクリームチークを塗るんよね。でも今日1本撮影とかの時はパウダーだけしかしない。何の歌ですか？イテボンクラスの歌。ちょいちょい出る方言がバリクソに可愛いですね。バリってさ方言じゃない？バリ可愛いとか言うよね。バリ方でチーク。笑って盛り上がったところにやる。そしたら自然になるらしい。まあ多分そう。それにめっちゃ入れすぎかな。メイクブランドどこが好きですか？まあでも最近本当にこだわりがないんだけど、最近はディオールが多いね。まあシウエマロとかも結構使うかな。でも結構本当にこだわりない。何でも使う。私韓国コスメも好きだし。眉毛かな。次いよいよ眉毛かな。博多通りもん少し凍らせたやつが好き。私凍らせて食べたことない気がする。眉毛あブラシどこのですか？これ韓国で買ったんだ。イニスフリーっていうところのブラシ。めっちゃふわふわ。チークもで、眉毛のブラシはこれおすすめブラシです。シュウエムラのブラシで眉毛描いています。細くも描けるし太くも描ける。人工衛星ひまわりから見てます。嘘つけー。私はいつも眉毛2色、眉尻の方は薄い色で描いて、最近はみんなねこう眉尻の方もナチュラルに太くするのがちょっと流行りな感じだからね。で眉頭の方はちょっと濃いやつで描けます。あんまりでも私は太くするのが苦手なので、そんなに太くは一応しないつもりです。でもなんかメイクさんとかもメイクしたらさ、流行りやからさ、メイクさん太く眉毛描くとめっちゃあーって思う。なんか眉毛ないね。なくてないか。昔はさここの部分めっちゃ細くしとったじゃん。でも今はさ最近は太いよね。
眉がし眉尻にかけてだんだん細くなっていくよね。トゥ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 。でちょっとなんか薄いところとかは嫌だからもうなんかなじませます、こうやってビーッつって。目がちょっと乾く、アイプチのせいで。衛星ひまわりも Wi-Fi？ Wi-Fi ないでしょ、宇宙には。まったく嘘ついて。嘘つきは泥棒の始まりだぞ。で最後この Mac のハイライトを入れます。気合入ってるときはここら辺にシャドウとか入れる、フェイスカバー、フェイスカラーなんかシャドウ入れるけど、基本あんましてせんかな、意味ないかなって気がして。この目の下ここにこうやってさ盛り上がってほしいじゃん、立体感があるように見せたいじゃん。でなんか立体感があるように見せたいんだけど、立体感がある方が顔が小さく見えるような気がするんよね。これでこう顔のパーツがさ詰まっとる方がさ顔ってさなんかちっちゃく見える気がする、物が詰まっている方が。はい、完成かな。そして前髪を下ろして、こういうアニメのキャラクターおったよね。あ、キューピーちゃんみたい。そして完成です。ちょっとこれもしたいな、巻きたい。あ、巻くまでの間とかに私結構いつも唇を塗るんだけど、今日はティント、まあいつも使ってるビビアのティントですね。これは私の青春時代は目の囲みメイクや細眉が入りました。いやいや私の青春時代です。それは小学生ぐらいの時にアムラとか流行っとった気がする。Hello from USA。 髪色ロック。で、ティントだから乾くまでの間に他のことしばそう、まあ、服着替えたりとか固定したりとかいろいろですね。欲しいのです。私このさイテボンクラスのさクラブに行く回めっちゃ好き、めっちゃおもろい。あの兄貴って呼ぶあいつ、あのあいつとか言っちゃう、あの人の名前ちょっと忘れたんやけど、覚えられないけど、あの人めっちゃ好きなんよね。まあ、私はいつも140度かな、140度ぐらい、ちょっと痛んでほしくないけど。イテウォンクラス見て髪色変えたの、そうだよー、マジでー、超いそう、リスペクト。でこうして唇の色が乾きました、ティント乾きました。すごいよね、このティントマジで一番今までで効くティントだなって思った。でちょっと私はね、あの中央が赤い唇が好きやから、これでわかる。あの初めてのクラブに挑戦するシーンめっちゃ笑った。私はこうやってなんか言って、なんで俺のこと知ってんの、めっちゃおもろいよね、やばいよね、あれめっちゃ声出して笑った。で中央に塗ります。
だスマホじゃよくわからないね。わかる？あ、はい、着いた。でめっちゃ赤いよね。で私今まで結構この赤いやつでやっとったんだけど、まあ、本当はちょっともうちょっと赤くない方がいいなと思ってて、今日ですねディオールに行ったらこちらのグロスをおすすめされたわけです。ブラウンの、これもだからさっき言ってたピリピリするやつなんだけど、マキシマイザーって言ったらいいんだったっけ、こういうのって。目よう見えんの。まあ、これブラウンに見えるじゃん。でもこの赤いのに塗ったら色が落ちるんだって。ミカちゃん歯になんかついてない？あ、ちょっと落とすわ。歯磨き。こんなのんびりライブしていて、私は今日ツイキャスまで行けるんでしょうか。私ね、今日ツイキャスで何しようかって言ったら、あれを買ったんよ。あのイヤホンやっと買った、イヤホンやっと買ったの。だからそれで今日はちょっとと突待ちしたいなと思っています。で、ほらめっちゃ茶色いよね。でも塗るとそうでもないんだって。この手に塗ってもこんな感じだけど、でも赤いところに塗るとちょっと色が抑えられていい感じになるらしいよ。でも私もやってないから初めて。お店で今テスターできんじゃん。だからやってないんだよね。こんな感じ。なんか思ってたのと違う。なんかもっと肌色っぽく薄くなるの、ピンクっぽくなるのかなと思ったんだけどな。なんか赤くなったじゃん、さらに。なんかさらに赤くなったじゃん。私さ、まあ普段つけてるやつこれなんだけど、ピンクのマキシマイザー。ゆかちゃん赤リップに、まあ、似合うならいいけど、これこういう感じの色、一層赤いねんね。ちょっとティッシュオフしようか。一層赤いじゃんこれ。まあいいんだけど、今日はちょっとピンクっぽくなりたかったんよね。いや赤いメイクにしてよ、全然なんかちょっと別にいいけど、なんか薄くなるって聞いとったんだけどね。あー、小児層が頑張ってる。まあなんか綺麗だよね。でもめっちゃ赤いけど、オフしてもティントは落ちないんです。すごいですねこのティント、マジでおすすめ。じゃあこれピンク塗るね。私このピンク好きなの最近。これはマキシマイザー、ラメ入りのピンク。綺麗だって書いてある。可愛いよねピンク、うん。イテオンクラスの曲全部よくて何回も聴いちゃう。わかる。私も今日掃除をしようって、掃除しながらテンション上がったかったけイテオンクラス聴いた。 YouTube でティントと赤リップ買いたくなる。あと眉のコロコロ。じゃあ皆さん
今日の YouTube ライブね、しばらくのしたらセカンドチャンネルにこのライブのアーカイブ載るので、そちらでぜひぜひ復習してみてください。このティントマジでいいよね。じゃあそろそろコテが温めてきたのでコテをしたいと思います。ちょっと話そうかな。私は最近こういう感じで振っています。あ、マジで超イソかわいい、好き、かわいすぎる、キムダミちゃんかわいすぎる。でちょっと見て、めっちゃなんかピンクでかわいくない？いやー色かわいい。流れながら自分で言うのもなんだけど、でちょっとつまんで、内巻きも作ります。ニュアンスって言うんだっけ、こういうのミックス巻きって言うんだっけ、わかんないけど、まあちょっとナチュラルな感じで。でもこの辺で微調整ですね。この辺ちょっとふわっとさせたいなと思ったらふわっとさせるしみたいな。髪の色綺麗すぎてやばいです。いやわかる、いやわかる、私もそう綺麗よね。でもこんな色初めてした。どうですか？こっちがまだやってないです。こっちはちょっとやりました。トッケビに出てた主人公の女の子可愛いよね。だから見てないよね、まだトッケビ。トッケビも見たい、もう見たい。韓国ドラマ多すぎて困る。でもアメリカンドラマみたいのあるよね、困る。パクソジュンのあの髪型であんなにかっこいいってすごいよね。いやマジです、それ、あれもう誰がやっても事故だよ、あの髪型は。パクソジュンさんだけないんだよあれかっこいいのは。ゲビ最高ですよ。え、待って、見たいよ、見たいよ。でもその前に愛の不時着見らんといけんし、パクソジュンのなんか他のドラマも見たいし、見たいのがいっぱいあって怖いよ。ゲビ出ました。ゲビ好きな人多いんだね。妹が好きで見ていました。トッケビね、いや事故、いやほんとそれだよ。パクソジュンとプルダクンポクミョンどっちが好きですか？いやパクソジュンやろそれは。辛いもん、パクソプルダクン泣かされる。プルダクン好きだけどたまにでいいかな。でもパクソジュンは毎日でもいいかな。なんかちょっと違うね両方が。まあいいか、いいよね、別に外出らんし誰にも会わんし。でもみんなに会ってるけど。で前髪もここちょっとさ上げたけど、さらにコテでもやります。ゆかちゃん来ました、ありがとう。おすすめのドラマありますか？いやだからイテウォンクラスマジ最高で、ちょっとこうやって撮って真ん中をクリってするみたいな。旦那さん韓国の人から選ぶのっていいかもね。いやわかる、いや韓国の人、男の人ってめっちゃジェントルマンやけね。みんなじゃないかもしれんけど、私が会った韓国の男の人は結構ジェントルメンな人が多かった。そんなことまでしてくれるのみたいな、カバン持ってくれるのみたいな、素敵、車のドア開けてくれるのみたいな。
最後オイルをこうやってちょっと塗ったりするかな。まあ今日はいいかな。ジェントルメン素敵。まあオイル塗ってないけど、バコは社会の窓も開けます。やめろおまわりさんに捕まるぞ。はい、完成です。これか、ちょうちょ。お星様、元気いっぱいって感じ。ゆうかちゃんリップかわいい。It's being a weak moment。 分からん、かわいいぞよ。ちゃうぜ。かわいい。髪は何色で染めてまいりました。いや、ただ赤って言っただけでもこれは美容師さんのあれなんだろうね。超イソちゃんはさ、イソちゃんはさ金髪だもん。ただイソちゃんぐらいこの端っこをちょっとブリーチして赤色入れたいですって言っただけ。めっちゃ肩かこる。猫耳つけてないかな。あるよね、なんかあった気がする。重くなりました。本当？ゆうかちゃんの毛先、青色とか緑色とか寒色系もありそう。いや、ちょっと私ね、水色ね、迷ったんよ。水色好きやから、水色もいいなってちょっと思ったんよ。でも水色やめた。昔のテレビや。うさ耳。Wait for the new video。 そうですね、今日の動画お休みなんで、なんだっけあれ、ユッケの動画をまだ見てない人はぜひ見てほしいです。次、パクソジュンでお願いします。パクソジュンのやつないやろ。これあるよね、めっちゃ好き。雪降っている、なんていうかあれ、冬のソナタ。もうなんか歌忘れた、冬のソナタのワン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 。あっちもこっちも、私私私私私私、地獄。なんかアイメイ、お化粧できるやつみたいな感じだったのに。それは良くないね。
めっちゃこの T シャツ似合ってるやん。イエーイ。ででで声が聞こえなくなってますよ。え、本当？何でも聞こえなくなるんやろうか。これは？私も声が聞こえない。ごめん。映像加工したら音声は飛んじゃうんだな。え、そうだったんだね。知らんかった。今も？今は聞こえない？フィルターによって音聞こえなくなる。聞こえるよ。あ、よかった。じゃあ皆さん、次はですね、YouTube ライブについに行こうと思います。YouTube ライブではですね、こちらのもつ鍋を食べたいなーと思っておるのです。じゃーん。ちょっとパクソジュンって言ってみてください。パクソジュン！なんで？なんて言うの？ちょっと皆さんにモツをお見せします。少ない、モツ少ない、モツ少ないか、が少ない、まあいいや。はい、じゃあ次は皆さん YouTube ライブでモツ鍋を食べたいと思いますね。眠いから YouTube 見に行く。モツ鍋食べない。モツ鍋食べられないよ。ゆみまると見るよ。やったー。ゆみまるってこのアイコンなんで、きっとかわいい。はい、じゃあ皆さん、インスタ来てくれた皆さん、ありがとうございます。YouTube も来てもらえると嬉しいです。バイバーイ。